ここの都市は随分と発展しているのね。時代が進んだということでもあるのでしょうけど、私の領地とは大違いだわ。ええ、それゆえにあまり娯楽はなかったわ。でものどかで素敵なところだったの。時には領民たちとお茶やお菓子を持ち寄って。あら、あなたも配下の方たちとお茶を楽しんだりしていないようね。なんだか意外だわ。きっとみんなあなたに遠慮しているのね。お茶会と呼べるほど立派なものではないわ。他愛のない会話を交わすだけのものだったけれど、忘れることのできない大切な思い出よ。パリッピ、聞いたことのない言葉ね。とにかくただお茶を飲んだだけよ。なのにあなたの遠藤そうな表情は一体